この時間のニュースをお伝えします。昨日夕方、北九州市の JR 小倉駅の周辺で神社とゴミ置き場のゴミが燃える不審火がありました。警察が関連を調べています。警察や消防によりますと、昨日午後5時前、北九州市小倉北区長浜町の貴船神社から火が出ました。火は木造平屋建ての本殿を全焼し、およそ3時間後に消し止められました。出火当時、神社の中に人はおらず、けが人はいません。また消防がこの神社へ向かう途中、小倉北区浅野でもマンションのゴミ置き場から出火する火事がありました。消防が消火活動を行い、火はすぐに消し止められて、けが人はいませんでした。火事があった神社とゴミ置き場はおよそ1キロほどしか離れておらず、警察が放火の疑いも視野に関連を調べています。